はい、こんにちは、ジャムです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、まあ、ランクマッチとかがね、実装されたりしてるのもあるんですが、今回のね、アップデート、他にもありまして、まあ、チャットスタンプだったりとか、スタッツの実装、これがね、めちゃめちゃ良い。これが一番いい、スタッツ実装。ちょっとね、詳しく見てみたんですが、なんて言えばいいんだろうな。まあ、ちょっと実際に、練習試合かなんかちょっとこの後やってみよっか。じゃあ軽くね、先にちょっとスタンプの方の説明をすると、ランクマッチでね、交換できたりとかもあるんですが、それじゃなくても、ちょっと待って。ここでね、スタンプ、すでにね、使えるやつあるんですよね。ちょっと試しにちょっと押してみよっか。こんな感じね。クラブチャット内で今とりあえずね、いくつか、スタンプ送ったりとかがね、できるみたいですよというのがまあ、一つですね。で、ちょっとね、スタッツの方に関しては、まあなんかどっかで適当に練習試合とかを、じゃあ、ちょっと試しにね、一回練習試合を、まあスキップでいいか、しちゃいましょう。で、こうやって試合をしましたよと言った時に、右側にね、OK ボタンじゃなくて、スタッツボタンというのがありますと。で、スタッツボタンを押すと、それぞれね、5人の選手の活躍度、ゴール、アシストっていうものがこうやって個別に出てきますと。で、さらにね、この、ここのボタン押しますと、スタッツの詳細ということでね、活躍度、ゴール、アシスト、オフェンスサイドの時にシュートを何本打って何本決まったか、突破何回試みて何回決まったか、パス何回打って何回決まったか、クロス何回打って何回決まったか、で、ディフェンスサイドでブロックを何回したか、突破阻止何回やって何回成功したか、パスカット何回やって何回成功したか、なんていうのが、見れるようになってますよと。で、さらにね、スキル発動率なんかも見れますよということでね。まあ、ビギだったり、知略だったり、スタートダッシュ、ゴータン、チームプレイ、ゴータンが2回発動してるよとかね、こういうのも見れますね。で、これであまりにもね、スキルが発動してないようなら、あ、賢さ低いのかもしれないなとか、そういうのでね、ステータス、振り分けるのがね、やりやすくなるかなということで、ね、検証とかもね、これかなりやりやすくなるなと思ってね、一番の神機能かもしれん。で、ちなみにゴールシーンの、再生機能っていうのもあって、これによってね、ちぎりが絡んだゴール、アシストだったり、まあ、直接のシュートだったり、それぞれね、これ、押すと再生できるんだけど、まあ、とりあえず、どうしようか。試しにじゃあ、1個再生してみようか。まあ、そうすると、試合が動き出して、俺の影でも踏んでろと、で、取られんなよということで、まあ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 、ゴールの直前のシーンから、試合がね、見れますよという感じですね。で、実際どういう風に、展開ね、進んでいったのか。まあ、ただね、早送りがないんだよね、スキップしか。だから、まあ、等速で見るしかないんだけど、シュートというか、得点に絡んだね、直前のシーンの再現っていうのが、まあ、見れますよという感じですね。まあ、ここに関しては、どうだろうな。まあ、おまけかなとは思うんだけど、ゴールの再現っていうよりも、やっぱね、スタッツ、細かくね、どのスキルが何回ぐらい発動してて、ディフェンスとオフェンス、それぞれね、まあ、このチギリなんかね、ディフェンスに置いてるはずなのに、ディフェンスよりオフェンスの方が全然活躍してるっていうね、どういう状態なんだろうとかね、そういうのが細かく見えるようになりましたよって感じですね。イサギなんかも活躍度1400でゴール1、アシスト0という形になってますが、スキルの発動回数見ると、ちょっと少ないね。まあ、シュートの鬼、サイキ、パス名人、それぞれ1回ずつしか発動してませんよということで、どうなんだろうな。あんまり、もうちょっと賢さ上げた方が実際にはいいのかなとかね、その辺がちょっと見えてくるんじゃないかなという感じですね。そう、なんかね、これで見るとね、あれこんなにスキルの発動率って悪かったっけみたいな気はしてしまうんだけど、まあでも、実際こんなもんなんだろうかっていうね。ライチどうした賢さの問題じゃないな、これ。
オフェンスサイドでは突破1分の1、パスが2分の2だから、まあ、パスと突破に、それぞれ1回2回とやってそれぞれ成功してますよって感じだね。シュートやクロスは打ってないよと。まあ、ディフェンスだからね。でディフェンスサイドでブロック0、突破阻止が1分の1だから、まあ、成功してるよと。でパスカット0のセカンドボール1分の1ということで、まあ、相手からね2回ほどボールを奪ってるということで、ディフェンスとしての活躍度は十分かなという感じですね。下段強靭て、鉄脚ビギーシュートの鬼、全力つい、ネバーギブアップか、ネバーギブアップラストスパートをそれぞれ発動してますよと。なるほどね。あーでね、そうこれね、前にちょっと疑惑というかね、あったものがちょっと今もしかしたら本当にそうかもって思ったんだけど、ブロックの成功率ってキック力なんじゃないかっていう説があって、これシュートの鬼がシュート打ってないのに発動してるなっていうのも、ヘルプには載ってないんだけど、チュートリアルで解説してるやつで賢さの話の時にした、賢さが高いほどシュートブロックされにくいよ、賢さ高いほどシュートブロック、オフェンス側がね、賢さ高いほどシュートブロックされにくいよっていう話と、キックの値が相手より高いほどブロック、まあ、シュートが成功しやすいよっていうような書き方をしてたので、もしかしたらね、ブロックの成功率ってキック絡みなんじゃないかなと思ったんだけど、これなんか、そんな感じするね、これ。キック上がる系のスキルが大量に発動してるもんね、シュート打ってないのに。とか、まあこういう感じでね、まあこれに関しては、確証はないっていうか、今までの練習試合の挙動と、このスキルの発動具合を見ると、もしかしたら、ブロックがね、キックの数値依存なんじゃないかっていう話がね、予想として立てれるから、まあこれ検証とかの材料になるかなっていう感じですね。で、ドリブルの突破とかに関しては、まあ、やっぱり、スピード、フィジカル、テクニック、オフェンス側が高い数値で攻めるっていう形で合ってんのかなとかね。その辺も、見ていくと分かるんじゃないかなって感じですね。バチラがスタートダッシュとゴータンしか発動してない。あ、でも、あれだな、ディフェンスサイドで突破阻止2回してるから結構活躍度300とはいえ、2回止めてれば上出来だよねっていう話ですかね。とかね、まあ、こんな感じで、どの選手がどういう活躍をしたかっていうのが見れるのは、非常にね、検証の役に立つかなということで、ね、めちゃめちゃ嬉しいアップデートでした、これ。一番なんか嬉しいかも。相手サイドも見れるっていうのは結構でかいね。そう、だからこう見ると、ディフェンスで突破阻止2分の1ってなってるから、まあ、やっぱ1回は止められてるんだなとか、セカンドボールもね、2分の1だから1回取られてるよねっていう。突破もできて、めっちゃスキル発動してんな。相手の方がスキルの発動数は多いけど、こっちの方が勝ててるということで、まあ、やっぱりね、スキルも大事だけど、素のステータスの高さっていうのも重要なんじゃないかな、ということが分かってきますね、これで。まあ、それで言うとね、やっぱりね、白スキルで S 査定、乗せても、なんか、ハリボテというかね、査定だけ高いみたいな状態になってるのかな、とかっていうのも、まあ、やっぱ分かるな、という感じですかね。そうだからね、やっぱちょっとチーム編成するときに、このお任せで選んじゃうと、まあ8000ぐらい高いチーム作れるけど、こっちよりね、他のチームの方が強いとかっていうことは全然あるのかなという感じですね。はい、というわけで、まあ今回はね、ちょっと、スタッツの話ですね、してみましたよということで、このアップデートがね、多分ね、強いチームを作ろうとしたら一番大きいと思いますという感じですね。まあ、いろいろ検証に利用できると思うので、まあ、活用してみてはいかがでしょうかと。まあ、俺もね、ちょっと、いろいろ練習試合したら見てみるっていうのをやっていこうかなと。まあ、その中で気づいたことがあれば動画にしていこうかなという感じでね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。